年か来年ぐらい卵子凍結しようと思って。こんにちは、エルビアン TV。エルビアン TV のレイアンとユウです。今日はマリカに来てもらいました。イエーイ。マリカでーす。よろしくお願いします。いらっしゃい。元気だった？元気よ。元気しかない。マリカ最近どう？最近？順調かな？マリカとさ、ユウちゃん年近いじゃん。うん。将来のこととか話すの？私結構友達とさ、年近い友達と結構最近将来の話とかするのよ。え、話する？するする。しないの二人とも。え、今何歳だっけ？24。24か。いや、マリカ今何歳だっけ？29で今年30。やろう？おー。大台乗ってくる。こっちももう29になるから。そう。次。考えるの？将来でしょ。うん。考えるかも。それはあれ？結婚したいとか、あと子供が欲しいとか、ワンワンもっと増やすとか。ワンワンもう増やさなくて大丈夫かな。ワンワンもう増やさなくて大丈夫。バーチャルシップ、2022年東京都導入ってあるじゃん。2022年だっけ？え、今年？今年。今までは、こうなんか各自治体だったけど、都で初めて？そう。都でやるっていう。え、すごい。まあ、披露宴じゃないけど、パーティーあ、したい。楽しそう。したいのか、こっちの人じゃないか。披露宴したい。披露宴したい？うん。マリカは？あるある。ある。いつでも結婚したい。同性としか考えたことはなくて、結婚できるものならすぐにでも結婚したい。したいしたい、ね、早めに結婚したいっていうのはあって、早くなくてもいいんだけど、いざ何かあった時のさ、なんか保証とかさ、なんか守ってくれないじゃん、国は。そうね、今の世代と仕事にバーって集中してても、やっぱプライベートの欲張りだから充実したいなと思ってて。そうね、恋愛。そうそう、恋愛で、ね、恋愛大事よね、マリカね。そう、大事だから、私恋愛半分、仕事半分だから、なんかもう結婚して落ち着きたい。落ち着きたいっていうか、落ち着いてはいるけど。うんマリカの口から落ち着きたいって聞いた。すごいね。落ち着きたい。結婚して、もう子供も欲しいし、うん、っての考えてるんだけど、やっぱなんか女性同士って、やっぱその収入の面だったりとか、いざ誰が子供なのだったりとか、で、俺が結婚できれば別に同性同士でも結婚できて、なんか1級とか3級とか取りやすくなるだったりとか、いろいろできるじゃん。だからなんか結婚は割としたいけど、今の法律上できないから、悶々としてるじゃないけど、結婚はしたいなって常々思ってる。そうなるほどね。憧れ、結婚に憧れてんのかな。マリカ子供欲しいの？欲しい欲しい。自分の遺伝子欲しい。ないです。はいはいはい。自分の遺伝子欲しい。わかる。昔結構思ってた。それマリカはさ、同性同士でも子供欲しいの？欲しい。あーでもなんだろう、うん、欲しいんだけど、昔はもう絶対に欲しいだったの。うん、うん、でも今はなんだろう、もう私もいい年だし、もう30だし、いい年だし子供は欲しいんだけど、でもいつ産めるかも分かんないし、その産めるっていう環境下になるかも分かんないし、でもそもそも相手もいるか分かんないし、その産みたいって時に、分かるよ、そのタイミングね、そのタイミングで相手で、しかも自分一人の問題じゃないから、相手がいらないっていう派もいるかもしれないし、確かに。だからなんか、まあ、そこは相手とね、たくさん話し合って決めていきたいなと思ってるから、なんかもう絶対ではなくて、自分の遺伝子欲しいって言ったけど、養子も OK だし、相手の連れ子とかもしね、その時のタイミングで連れ子でもいいなって思うし、なんかこだわりはないんだけど、産まなくてもいいって選択肢はまあ増えた。まあ、もう産まないんだったら産まない代わりに、何かなんだろう、2人の時間をもっと楽しむじゃないけど、とか、あと貯金して、なんか一緒に老人ホーム入ろうねじゃないけど、そう、2人一緒に入ろうねみたいな、誰も見てくれる人なんていないじゃん、もう子供もいないし。現実を突きつけてきたぞ、ね、今。あの、聞きたいことあるんだけど、はい、理想ないの？結婚相手みたいな。理想？そう、女の人でさ、結婚したりとか子供持つってなったらさ、ある程度こう働いたりさ、主婦になったりみたいな、いろいろあるじゃん。主婦になりたいとかさ、例えばこういう人がいいとか。働いてたい。逆にじゃあ、産んでくれる人がいいとかさ。いや、全然、私も産むし、相手も。全然あの、なんだろう、交互じゃないけど、なんか産みたかったらあっちも産みたかいとか、こっちも産みたいとか希望があればお互い話し合っても OK だし、あと主婦にはなんか性格的に無理そうなんだよね。なんか何か働き鉢みたいな感じだもん。っ
結構さ、子供欲しいって考えてた時期あったって言ってたじゃん。うん。その時とかさ、あ、体外受精とかいろいろ調べたりしてたの？あ、ざっくりね。そう、なんかいろいろ調べた時期もあって、まず本当は10代で産みたかったの、子供。まず。うん。若まま。そうそう、若ままにちょっと憧れてて、っていうのもなんかおばあちゃんもお母さんも18で産んでて、お母さんも19で私を産んでるから、うん、憧れみたいなのがあって、で、まあね、今も29なんだけど、10年今寝そうなちた10年いやもう10年経つね、すごいね、うん、気づいたら10年経ってたんだけど、うん、そうそう、びっくりしても、うん、びっくりしちゃって今そんな10年も経ってんのかって今でその同性婚をしたいとか、まあ、できなくても、うん、まあなんか、まあ、そのなんだろう、体外受精かもしくはスポイトとかでなんか早く決断しなきゃなと思って、だから今年か来年ぐらい卵子凍結しようと思って、今のうちに卵子凍結、早い方がいいよ、そう、早い方がいいっていうのを聞いたし、うん、いざじゃあ妊娠しにくい体ですってなった時に、うん、なんかストックじゃないけどあった方がやっぱいいから、うん、ないんだよね、私行ってきた、だから今のうち一応保存しても損はないかなみたいな。マリカはさ、親に言ってるの？言ってない。言ってないんだ。言ってない言ってないけど、でも沖縄に住んでた時実家にたくさん女の子連れてきてたからさ、歩いてるとたくさんではない、その時の付き合った彼女とかも家に全然連れてきてたから、で一時めっちゃ来るんだけど、一時から来ないんでしょ。そうやし、で次新しい子がめっちゃ来始めるでしょ。そうから、え、親から言われないの、結婚はとか？ああ、言われる。やっぱなんかその今年妹と一緒に沖縄帰ったんだけど、うん、彼氏はとか、うん、いい人ないのか言われる。あと5年我慢したら言われないと思うんだけど、さすがに35ぐらいになったら、なんかあっちも逆に気遣って言ってこないとは思うんだけど、そう言いにくくなるじゃないけど、だからそれまで我慢しようかなと思ったんだけど、まさかのいとこにレスバレしたの。なんで？で、理由が彼氏ないのかとか子供見たいとか、なんかそういう攻めにあってるわけじゃん、うん、で、あ、まあ彼氏な、あ、彼氏いるよだったりとか、たくさんいるとか、なんか適当に濁してたのなんかいとこが妹に、マリカって彼女、うん、いるよねみたいな、で妹グッってなって、うん、妹だけにボソって言っただけだけど、うん、えってなって聞いたら、うん、あのインスタが繋がってて、私ストーリーになんか今から彼女とデートとか言っちゃいけないと思ってで、ボケツ掘りすぎでしょ。で、いとこがただあの本当に若い子で、今大学卒業しかな、わかんないけど、それぐらいだから偏見なくて、昔に比べると、あ、なるほどね、偏見全然ないし、なんかいいんじゃんじゃないけど、ストーリーに上がってきてたからさ、うん、なんか嫁とデートとかさ、記念日とかめっちゃ面白いんだけど、あげてたもんね、あげてたじゃん、だバレてもいいかなって思ってるし、なんかいちいち言わなくてもいいかなと思ってる、言わないで正解もあれば、言って正解もあるかもしれないしさ、そうだね、一旦はいいかなと思ってる、うん、であとなんかやっぱおばあちゃんとかおじいちゃんのせいになるとね、やっぱちょっと時代だったりとか、そういう少なかった時代じゃん、うん、本当はいっぱいいたかもしれないけど、うん、もしかしたら偏見あるかもしれないから、おじいちゃんおばあちゃんには言いたくないなと思ってて、うん、ただお母さんはもしかしたらバレてる、ちょっとバレてるかもしれないか、もしくは倍ぐらいだと思ってそう。お母さん多分大丈夫そうなんだよ、なんか元ヤンだし、なんか関係ないあ、なんかそのいろいろ波乱万丈の人生だったらしくて、あ、そうなんだ、大抵のことは聞かなそう。イエイエイ、ここどこ？ここはるみ、はるみ、はるみらへん、じゃあ、あれ汐留らへん、リンボーブリッジ、これまさかの、あれ東京タワーじゃないの、あれ東京タワーじゃないの、レンボーブリッジ、レンボと、あ、レン、そうそうそう、うん、そっち側、初めてレンボーブリッジ、嘘でしょ、たぶん、え、お台場来たことないってこと、多分基本職場とさ、家の往復しかないから、はい、はい、ということで今日はマリカにいろんなことを聞いてみました、ありがとうございます。